どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、また皆さんにね、残念なお話をしなければなりません。ということで、とうとうですね、最後の砦だと思ってたわけなんですけども、こちらのエポスカードがですね、とうとう海外旅行保険を利用付帯に変更するっていうことが発表されました。ということで、今回ね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、エポスの公式サイトでこういった形でですね、発表がありました。エポス会員様向け海外旅行障害保険サービスの改定のお知らせということで、2023年10月1日から、対象カードですね、ビザ付きのエポスカード、エポスゴールドカード、プラチナカードは除くということで、海外旅行保険が自動付帯から利用付帯に、ね、変更されるっていうことが発表されました。改定日はね、2023年の10月1日からということで、2023年の9月の30日まではですね、今まで通りですね、自動付帯でね、こちら受けられるわけなんですけども、2023年の10月1日以降はですね、何かに決済を行わないとですね、海外旅行保険はね、受けられないっていった形になります。で、今後ですね、海外旅行保険ね、利用付帯で利用されたいっていう方は、こちらね、対象カードでね、何かの支払いがね、必要っていった形になります。で、こちらね、詳しく公式サイトに書いてありますので、ちょっとね、こちら読み上げさせていただきますけれども、対象カードの支払いということで、日本出国前に旅行会社が発売する海外旅行ツアー、募集型企画旅行の旅行代金を支払った場合、にですね、日本出国前、公共交通機関の乗車券を予約しカードで支払った場合、3番ですね、日本出国前に公共交通機関の乗車代金をカードで支払った場合、4番ですね、日本出国後公共交通機関の乗車代金をカードで支払った場合ということで、こちらね、保険対象事由が発生する前にカードで決済していることがね、対象っていう風になりますんで、このね、1から4番で利用していただければですね、今後もね、海外旅行保険が受けることができるっていった形になります。で、旅行適用になるね、旅行の代表的な例ということで、丸バツでね、公式サイトに記載がありまして、パッケージツアーは OK ですね。で、航空券の支払いも OK です。で、電車の支払い、またバスの支払い、タクシーの支払い、まあ、ここら辺がね、対象になっていくっていう風になっておりまして、具体例とかはね、全て記載がされておりまして、パッケージツアーの場合はですね、旅行会社で予約した海外ツアー募集型企画旅行、航空券の場合は渡航先への航空券、もしくは海外旅行先までの乗り継ぎ便航空券、電車の場合は空港に向かう鉄道、定期券利用を含む有料特急列車代金、新幹線や成田エクスプレスですね。で、海外で利用した場合の乗車代金ということで、バスの場合は空港に向かうリムジンバス、路線バスの乗車代金、海外旅行で海外で乗車したバスの乗車代金、タクシーの場合は空港に向かうタクシーの乗車代金、海外で乗車したタクシーの乗車代金ということで、こちらが保険対象っていった形になります。こちらね、結構ね、勘違いされる方ね、多いんですけども、国内外の宿泊代金、まあ、ホテル代ですよね。こちらを個人で手配した場合の、この宿泊代っていうのを、このクレジットカードでね、利用したとしてもですね、こちらね、海外旅行保険の対象にならないんですよね。これほとんどのね、利用付帯の会社がね、これはね、NG にね、入っておりますので、この点はね、ご注意ください。で、これ以外にもですね、上記以外の交通費ということで、空港までのガソリン代代金や高速道路料金、空港の駐車代、航空使用税、国内外のレンタカー使用代金、帰国後に乗車した公共交通機関の乗車代金ということで、こういったものはですね、すべて NG になっておりますんで、この点もね、注意していただければなと思います。簡単なのはですね、空港にね、向かう、このね、鉄道の代金を、このね、クレジットカードで支払っていただければ、こちら対象っていう風になりますので、まあ、都内とかにね、限られてしまうわけなんですけども、まあ、切符とかもですね、今、スイカで利用される方が多いと思うんですけども、切符をね、クレジットカード決済していただければですね、
空港までのね。まあ、これもね、先ほど言った通りね、都内近郊じゃないとね、クレジットカードで利用できるところないかもしれないんですけども、まあ、こちらでね、決済していただいてもこちら OK ですし、まあ、現地についてですね、空港からね、市街地とかをこちらね、クレジットカード決済していただければですね、こちら出国後でも適用になるっていう風になりますんで、まあ、私はね、結構この空港から市街地の場合ね、このクレジットカード決済でね、利用をつけたりさせていただいているわけなんですけども、まあこういった感じでですね、まあハードル自体はですね、そこまで高くないですので、まあ特にね、都内近郊に住んでいる方は、行きのね、電車代とかをですね、カード決済していただければね、こちら対象になるっていう風になりますし、まあこちらはね、覚えておいていただきたいなと思います。で、次にですね、今回ね、自動付帯から利用付帯にね、変更になるわけなんですけども、利用付帯ね、条件満たしていただくと、保証額はね、今までより上がります。まあ上がるわけなんですけども、まあこの海外旅行保険でね、一番重要になってくる点っていうのは、まあ障害疾病の治療費なんですよね。まあ向こうで病気になったりとか怪我した時の、まあ、治療費をサポートしてくれる。まあここはね、一番重要なわけなんですけども、まあこちらに関してはですね、残念ながらね、変更はないっていう風になっておりまして、まあ死亡障害とかですね、あとね、賠償責任とか健康品とかね、ちょっと上がったりしてるんですけども、一応ね、まあこういった感じになりますんで、この点をね、覚えておいていただければなと思います。まあね、こういった形になっているんですよね。このね、エポスゴールドカード、これね、妻のカードなんですよね。私はね、JK エポスゴールドカードっていう風になっておりますんで、JK エポスゴールドカードも発行しているのはね、エポスカードっていう風になりますんで、一緒にね、改定になるのではないのかなと思います。ですので、今後ね、エポスカードで海外旅行保険がね、自動付帯になるのは、エポスプラチナカードのみっていう風になりますんで、まあ残念ですけどもね、こういった形になりますので、この点はね、覚えておいてください。で、今回ですね、この最後の問い入れということで、このエポスカードね、いやね、これ来るとはね、正直ね、思ってなかったんですけども、まあトレンド的にですね、セゾンとかが初めに、この海外旅行保険ね、自動付帯から利用付帯に変更して、まあ、三井住友カードとか、JCB とかですね、アメックスもそうですけども、どんどんね、年会費のゴールドカードクラスのね、カードに関しては、自動付帯から利用付帯にね、変更になっておりますよね。JCB とかね、確かザクラスとかもね、利用付帯にね、なってしまったりとか、かなりね、この自動付帯から利用付帯にね、まあ、来る流れになっているわけなんですけども、私がね、マイラになり始めた頃って、結構ね、この自動付帯のカードって多かったんですよね。まあ、エポスカードもそうだったんですけども、まあ、ブッキング .com カードとか、ライフカードとかね。まあ、ライフカードは確かね、今も学生カードかなんかまだね、自動付帯確かついてたと思うんですけども、あとね、横浜インビテーションカードだったかな。まあ、こういったカードもですね、自動付帯でね、ついてたわけなんですけども、まあ、なくなったりですね、ブッキング .com カードはね、もうカードがなくなってしまったり、横浜インビテーションカードだったと思いますけど、こちらもね、もう、自動付帯ではなくなってしまったんですよね。まあ、こういった感じでどんどんですね、自動付帯から利用付帯にね、変更になっているということで、今現在ですね、この年会費無料で、海外旅行保険ね、ついてるカードってあるのかなと思ったんですけども、クレジットカードでね、年会費無料で海外旅行保険がついているカードって、多分私の知る限りもうないんじゃないかな。っていう感じなんですよね。で、唯一ね、見つけたのはこちらなんですよね。ANA マイレージクラブフィナンシャルパスビザデビットカードということで、こちらね、発行手数料、年会費無料で、スルダ銀行と ANA のね、提携のデビットカードなんですけども、こちらね、年会費も発行手数料もかからないわけなんですけども、まあ、こういった形で、海外旅行保険で自動付帯でついているっていう風になりますんで、まあ、こちらのカードね、年会費無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあね、保証額ね、これに載せておきますけども、疾病障害もね、150万円しかついてないので、まあこれだけだとね、さすがにアジアも厳しいと思うんですよね。ですので、まあこれだけではね、正直足りないと思うんですけども、一応ね、こういったカードもね、あるっていう風になりますので、まあもしね、気になる方はですね、こちらもね、発行してみていただくのもね、いいのではないのかなと思います。私もね、このデビットカードね、持っておりませんので、おそらくね、こちら ANA と駿河銀行の提携のデビットカードっていう風になると思いますんで、おそらく駿河銀行のね、口座開設が必要になってくるかと思いますので、まあ、もしね、気になる方は概要欄にね、載せておきますので、ぜひね、発行してみていただければなと思います。まあ、エポスカードもね、なくなってしまったので、まあ、私もね、ちょっと口座開設してみましょうかね。
はい。まあ、自動付帯でね、利用できるのであれば、まあ、こちらもね、正直いつまで続くかね、わからないですけども、まあ、自動付帯ね、持ってるだけでね、お守り代わりになりますんでね、今度ね、発行しておきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、エポスカードがですね、海外旅行保険を自動付帯から利用付帯ね、2023年10月1日よりね、変更しますということを発表いたしましたので、解説させていただきました。まあ、非常にね、残念ですけども、ほとんどのねクレジットカード会社がこの利用付帯ね変更になってきておりますので、まあトレンド的にねしょうがない部分もあんのかもしれないですね。またね、この海外旅行保険ね、まあ別でね、今コロナがありますんでね、食らって入院とかするとね、まあ帰ってこれない医療費が膨大になるっていうのもありますんで、まあ海外旅行保険をねかけていかれる方が多いっていうのもね、まああるのかもしれないですよね。まあ私もね結構ビビリなんで、いつもね海外旅行保険ねかけていってしまいますんで、まあそれもねあるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ今回ねこういった感じになりましたので、2023年の10月1日よりかはですね、こちら利用付帯ね変更になりますので、ぜひね気をつけていただきたいなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。